日本国際賞の受賞機会に皆さんにお話しできることを大変嬉しく思っております。よしがお配りしてあると思いますが、今回の講演の表題は垂直時期記録の開拓と実現。今垂直時期記録方式を用いたハードディスクはさまざまな分野で利用されております。会場でもすでにそれを用いられている方がいるのではないかと。自分の発明した技術が工業生産されること、多くの方の生活を支える、またその製品が極めて多くの方に使われていただくと、これは研究者冥利に尽きることというふうに私は考えて、今年は世界でも約6億台以上の垂直型のハードディスクが生産される予定と聞いております。生産が進むとともに研究も高度化して、新たな学問分野も開かれておりますけれども、今日の講演では特に開拓と実現、このような目覚ましい先端技術の分野でも30年前は大変単純な、あるいは素朴な、しかし根本的なことを考えながら、そういう実験を繰り返して進めてきたということでありますので、その状況を申し上げてみたいというふうに思っております。まあ、開拓という言葉を使ったのはそういう意味でございます。なお、この研究の最初の発表、これは1977年でございますが、今から33年前、その時インターマン会議、ロサンゼルスで開かれましたが、そこで初めての発表を行いました。でその直前にテレビ放送で研究の状況を紹介していただいたことがございます。その時の実験の様子をここで再現してみたいと思っております。その時放送記者から垂直記録とのどういうものですかという話を聞かれました。でそれは時期記録の原理に戻るわけでありますけれども、時期記録というのは磁性体に磁石を乗っけていくと、政府の磁石というのは磁石の方向を変えると、信号というのは磁石の方向を変えるということでありますので、例えば1個の磁石、方向の変わった磁石、これが一つの組になって政府の信号になる。で水平方向の記録というのはこういう N と N、 これが必ず付き合うように、 S と S が付き合うように記録される、これが今までやられてきた水平型の記録である。この場合には必ずこういう反発力が働きます。でこの記録を行うということは、この反発力に逆らってこの磁石の向きが変わらないように、あるいは磁石の強さが残らない、弱らないように記録していくと、それが磁気記録なんだと、水平型記録、まあ、そういうものが磁気記録ということで、私たちは常識を持ってそういう考えていたわけであります。ところがこの磁石をだんだん細かくしてまいりますと、この反発力が非常に難しい作用をいたします。ですから本来水平型の記録では、こういう記録を行うことによって生ずる反発力をなるべく少なくする、そういう方向で本当は進めたいんでありますけれども、原理そのものがそうなっておりますので、それはできない。しかしそれをなるべくその残る磁石が大きくなるように、まあ、努力してきたのが磁気の歴史だったと思います。垂直型の磁気記録というのは、これを磁性体の中で垂直に立てます。でお互いの反発力がなくなる、吸引力が働く状態ですと。そうするとこれは自然に磁石が凝集していきます。この自然の力を利用して高密度の記録が行えるのではないかというのが垂直記録の発想であります。そうしますと、これは本当にこれができるかどうかというのは大変大きな疑問が起きます。この磁石が自分で閉じてしまうのではないかと、本当に引き出せますかという、そういう疑問を抱きながら進めてきたのが、で水平と垂直の違いと、そういう2つのやり方なんだということであります。ですから水平型の記録では常に反発力が働く、それを垂直型の記録ではこういう吸引力の世界に戻して、はい、入れてやる、2つの世界の磁気記録あるはずだということを考えながら進めたということでございます。
で今どういう状況になっているかということで、スライドを次お願いします。西暦2000年前後の上以降の状況をこれで示しておきますと、まさに今この赤で書いた数字ですね。2006年から始まったわけでありますけれども、実質的にはですね、急速に今垂直型に変換される。この緑の部分は垂直であります。ですから年間数億台という状況でですね、今ハードディスクが生産されてて、それが次第に垂直だけに置き換わっていきつつあると。これはまさにオープンイノベーションといいますか、たくさんの企業が垂直記録のハードディスクを作り始めたためにこういうことが起こる。で、みんな ほぼ歩調を揃えてですね、こういう変換が起こってきたということであります。で、それの理由はですね、結局は先ほどの非常に密度の高い記録が容易にできるという原理そのものによっております。次のスライドにお願いします。これは先ほどにもスライドに出ましたけれども、1980年代のハードディスクで、これは現在のハードディスクであります。で、メモリの容量を比較しますと約1000倍になっております。このメモリの容量は、しかし重さが数百分の1になる、あるいは消費電力が1000分の1になっている。そういう記録装置のイノベーションが起こったと。そういうことで一挙に垂直ハードディスク型に記録が移っていったということになるかと思います。で、そういう磁気記録はですね、今から110年ほど前にデンマークのポールセンという人が発明されました。次のスライドお願いします。これが最初の磁気記録の形であります。で、原理的な要素を言いますと、ここにピアノ線が引いてあります。で、マイクロ波から出た電流がですね、この磁気ヘッドを磁化する。磁気ヘッドはこういうふうに直線磁性帯をですね、コイルが巻いてある。このコイルの電流が流れる。そうしますと、この磁場が発生して、このピアノ線を磁化していくと、こういう発想で、1869年生まれの方で1940年まで。で、こういう磁気記録の研究を始めたのが1898年、彼の20代の頃だったようであります。それで1898年にパリの万国博覧会がありましたが、その時に1900年にですね、そこに出品されたディスクの磁気録音、このピアノ線を緻密にこうドラムに巻いてまいります。それでこの上をヘッドが走ると、ドラムが回転しながらこのヘッドで記録していき、それからここに再生すると、こういうもので、これが磁気記録の最初の形で、で、これはデンマークのでの仕事でありましたけれども、日本では次のスライド、先ほど永井先生の写真が出ましたが、私の恩師であります。で、ポルセンに遅れること30年くらい後に思われになって、で、私は1951年から64年頃まで上州助教授として永井先生にお仕えしました。永井先生のお仕事は、その交流バイアス、録音の歪みを少なくするという方式の発明で、これは非常に大きな発明、アナログ録音の基本を作りました。同時にこの仙台合金という先生独自の録音材料を作られた。で、この2つが先生のお仕事だったんですが、私そのお仕事をもう一回この先生の下で調査し直してみました。交流バイアス、確かに効果あるんですが、実際の動作の内容がですね、はっきりしない。まだ十分明らかではない。それから材料自身もですね、この当時すでに私が参りました当時にはすでに 3M から酸化鉄のテープが発明されておりまして、それが使われていた。で、こういう2つの仕事をもう一回私は調べ直してみたわけであります。その時の永井先生が作られた録音装置、これが線合金のワイヤーですね。ここの。で、ここでエンドレスにして、この材料の性質をいろいろ調べて、ここにヘッドがあります。ここでこれで研究を進めておられた。で、私はその研究をまた初めから再生し直してみたわけであります。その結果ですね、それまでの常識として考えてきた交流バイアスのメカニズム、
あるいは材料が随分変わってもいいんだという結論が出まして、次のスライドお願いします。メタルテープ、先ほどちょっとお話が出ましたが発明いたします。1958年であります。で、非常に強い磁石に近い材料のものを使えばですね、録音テープはもっと良くなるはずだということで、1958年、こういう金属の粉末、鉄とコバルトの合金粉末を使った磁気テープを使う。これは鉄コバルトですから非常に強磁性が高い、それで非常に磁気エネルギー密度が高い材料を使ってですね、ここに性質が書いてあります、ヒステリスループが書いてありますけども、それまでの酸化鉄テープに比べて10倍くらいで、4倍も収納の高性能のテープができたということで、これ新聞棚になっております。で、これが実際に使われるのはですね、1970年代になってからであります。十数年かかって、実用になるのが十数年かかっております。それから同じメタルテープがですね、ビデオテープのビデオレコーダーの小型化に非常に貢献して、最初の1980年代に小型の8ミリのビデオカメラが作られた。アンペックスで開発したビデオレコーダーは非常に大型でありました。で、こういうものに比べて我々が手軽に持ち運ばれる、日本の技術でしょうか、そういう小型化のですね、千本を切った VTR の千本を切ったものであるかと。これも1985年代、ですから1960年頃に発明されたメタルテープがですね、実際に使われるのは1970年で75年以降、あるいはビデオテープとして使われるのは1985年以降で、その間私でいろいろな、なぜ使われないのかと、あるいはもっと別な考え方があるんではなかろうかというと、いろいろ模索しておりまして、次のスライドお願いします。それで最後に結論的に出たのがですね、この1975年頃の実際にテープの中に入っている磁化のメカニの状態をですね、もう一回確認してみようと、いろんな理論的な追求とか、あるいは実験的な研究を行ったんですが、結局直接見た方がいいんじゃないか、実は不思議なことにこういう実験をそれまでやってなかったんですね。で、これは磁気テープであります。で、かなり厚いテープでありますけど、厚いテープに高密度に記録していった時にどういう時間が残るかということを改めて考えてみて、これは大変先ほど根本的な実験と申し上げましたが、磁気テープ、記録した磁気テープの上にもう一回プラスチックテープを貼ってですね、記録したトラックの上をこう安全カミソリで切断すると、断面を見ると、で、ビッター法でこれを観察します。これは磁性流体を表面に流す。そうしますと、今まで水平記録というのは実は横向きの時間が残ってたはずだったんですが、高密度の波に従ってこれは渦を巻くようになる。で、モデル的に書きますとこういうふうになります。で、これは渦の半波長ごとに逆向きの渦になっている。で、これをよく見ますとですね、中で閉じた渦、これは外に磁力線を出します。したがって出力の減衰寄与しない。それからもう一つは横向きの磁化したはずのものが実は垂直の磁化成分を大きく持って、高密度の記録というのは実は垂直なんだなと、垂直磁化が残りたいんだなということを、結局この磁石の綿の元のモデル実験になりますけれども、こういうふうに近づけてまいりますとですね、これどうしてもこう反発しちゃって動く、これが自然なんだということを改めて考えたわけであります。それでこれは1ビットの信号ですね、こういう長い低密度になります。次のスライドを見てみますと、改めて考えてみると垂直と水平というのは先ほどの実験でやったもので、今まで一生懸命やってきたこの長手、あるいは面内、これは水平でもいいんですが、こういう磁石ビットが残っている。で、単位のビットをこう取り出してみますと、やはりこの先ほどの実験の通りに N と N、あるいは S と S が付き合う、これは極めて不安定であります。で、動くと、それに対して垂直磁化もしできるとすればですね、これはお互いの反発力、反発力が吸引力になるわけです。したがってこれは先ほどに凝集する、これは高密度の記録にこれがやっぱり一番適しているんではなかろうか、しかしそれが本当にできるかどうかということが非常に
まず先ほど勇気がいるという話が出ました。この時大変勇気がいりました。しかしこれを踏み出してみると次の世界が開けたというのははっきり私実感できる。で垂直記録をやろうと、これ今まで誰もやってないことだということで、まあ、一歩踏み出してみたわけです。そうしましたらば次のスライドをお願いします。で同時に並行してやっていた別の実験ですね、まあ、これは光磁気の実験なんでありますけども、その実験の中でコバルトクロームという材料を使った材料があります。で光磁気材料の研究で、それこれはクロームを入れると給料温度が下がるというそういうメリットがあるためにそういう実験やってみたんですが、それをやってみたらばスパッター法でそれを作りましたけど、で面内方向が非常に少ないエネルギーの小さい磁性材料になって、しかしコバルトが入っているのでこれは非常に不思議だと改めて考え直してみると、先ほど の回転時間モードがありました。磁性体には水平方向と垂直方向でそれぞれ の特徴を表す性質があるんじゃなかろうかと、でこれはあるいはこれ垂直キロ時間膜ではないかと改めて測り直してみましたら、これはまさに垂直方向に非常にエネルギー積の大きい材料になって、でこれはいろいろ後で分析してみますと、こういうコバルト膜に対する非常にいろんな実験をすでにやってたと、その中から拾い出したと。でその時の作り方がですね、スパッター法という金属真空の中で金属を飛ばしていく析出させていく新しい製造方法を使う、それからもともと先ほどお話ししましたように水平型の次は何だということを考えた垂直記録という発想が頭の中に入って、この3つの条件が一緒になってこの垂直膜の発見ができた。で垂直をやろうと覚悟を決めたその後わずか1年以内でですね、こういう材料が発見できた、こういう偶然がございました。これは行幸だと僕は思ってますが、後で、まあ、神が与えてくれたんだなということをよく学生諸君に話をしてそれを覚えてくれる人がいます。次のスライドお願いします。ヘッドの方はこれはもう論理的にポール線の実験に戻ると、でただしの戻り方もですね、なるべくその誤差の少ない戻り方をしたいということで非常に大きな補助の極、それにコイルを巻く、それからそれに対抗する主磁極の膜、非常に薄い膜を置くと。モデル的にやりますとこういう薄い膜とこういう大きい補助の極があって、この補助の極にコイルが巻いてある、でそのコイルに電流を通しますと磁力線はここに吸い込まれていく、この先端は確かに垂直磁化膜になって垂直磁界を発生します。その垂直磁界の表面に先ほどの垂直磁化膜を持ってくれば、これ確かに垂直記録が原理的にできると、そういうことが言えるわけで、でもう一つ大きな発見がございまして、もう一つはですね、私たち子どもの時からもう馬蹄形の磁石というのをよく使って、でこの残った磁石、これは垂直なものは確かに残るけれども、それをさらに強めるために安定にするためには馬蹄形にすればいいんじゃないですかと、こういうものを裏側に水平の膜、二層膜媒体という、これは後で大変大きな効果を発揮しまして、たまたまモデル的に考えますとですね、これは主磁極の膜ですね、ここに垂直膜がある、で裏側に水平の膜を裏打ちしてある、大きな補助磁構があって、その磁力線がこのちょうどダムの堰堤を通って水門に出てくると、でここでは非常に大きなスピードの水量になる、それから水量も増える、そういうことで炭素膜でやったものに対しておそらく10倍くらいの大きな電圧と、それから記録しやすい10分の1の電流で記録できると、こういう、でこれは非常に大きなちょうど記念すべきデータだということで日にちが今でも覚えております、記録してありますけれども、先ほどの記録媒体とコバルトクローム、それから今の二層膜、それから先ほどの単磁極型のヘッド、この3つは今でも30年経った今でもそのまま使われている、その原理がそのまま使われている、そういうことであります。次のスライドお願いします。それでこの後ですね、まあ、進め方をいろいろ考えてみたんですが、その時に
長手と今までの知識は全部長手の面内の記録だ、あの水平型の知識であると。それに対して全く新しい垂直型で、その時には基本的にそのヘッドと媒体、これは全てまだアンノーンな状態です。これ開発途上の状態ですから、未完成なもの同士でお互いにいつも測り合わなきゃいけないと。でそれから信号の記録の仕方ですね、記録の方式とか信号の形、それどういうものがいいんだと、それも決めなきゃいけない。要するにあの未知数が2つも3つもあるような状態である目標に向かって進む、その時にはやはり原理そのものをよく考えなければ進めない、間違った方向に行ってしまうということであります。ですからその関係を大変苦労して考え詰めた覚えがあります。で形の上でよく見ますとですね、これは今お話した垂直型のヘッド、補助軸と支持軸、それから今まで使ってたリング型のヘッド、これがちょうどですね、お互いにこの垂直型にした場合と、それから水平型の場合と、お互いに磁性体が埋め合うような形になっている、ちょうど補集合全体として1になると、これ磁性体全体となると、そういうものを分け合ってるんだと、お互いに助け合ってると、そういう相補性、コンプリメンタリティという概念をですね、これ導入してみました。そうしましたら、このいろんなものが非常に対照的な性質になることに分かって、だんだん理解されてまいります。その時には、例えば長手の面内の方向で水平型の記録ではですね、非常に薄い膜にしないと反発力が大きいですよと、ですから薄い膜にすると、それからあまり磁気を強すぎると反発力が増えるから、なるべく低い方は磁化のものにすると、抗磁力は高い。それに比べて垂直の場合にはですね、これは垂直に磁化します、吸引力に当たる、そうするとこれは厚い膜厚でもいいと、だから非常に高い飽和磁化、磁気を強くしても大丈夫だと、ということでお互いに反対の性質を埋め合って、全体としては磁気記録が完全なものになる。コンプリメンタリティというのはそういうものだというふうに僕は理解で、そうしますと片方はアナログ型になり、片方はデジタルの型になる。すでにこの長手記録ではデジタル記録をいろいろたくさんやってるわけです。ハードディスクも全てですね。それに対してこれはデジタル型で、これはアナログだよというのは大変勇気がいりましたけども、これはなんとか説得しながら研究を進めてきた。そういうお互いに全く別なもの、別っていうか、お互いに合わせて、両方の性質を合わせて完全なものになるという形の理解、そういうものがたくさん世の中にあるんじゃないかと僕はその時考えましたですね。ですから双方的なものの開発というのが一つの大きな技術の方向を与えるんじゃないかと今でも考えております。次のスライドお願いします。先ほども写真が出ましたが、これが茅先生であります。それからさっき私の恩師の永井先生、それ私、考えてみますと、私は今すでに恩師の永井先生の年配よりも、茅先生の年配よりもすでに多くなってるんで、この写真大変私にとっても印象深いものでありますが、その時茅先生が書いてくださった実字求是という、これ茅先生の私に対する色紙で、これは日中交流協会の梁先生という方がおられた、その方から茅先生がもらってきた言葉なんだよと。でこの意味は、全巻の書の中から出てくることなんでありますけども、茅先生はこれを書きながら、Think by doing だと、実験が大事だよということを言われて、僕に言ってくださったのを今でも覚えております。それからもう一つ、はい、次のスライド、これはその頃の朝日新聞の議評で、社会議評であります、横山大蔵さんので、ちょうど私の原理的なその垂直記録のモデルを書かれてですね、記憶量が非常に増えるんだと。でちょうど1980年の3月受験シーズンでありました。受験生が当然その記憶量よりも増えれば受験楽になると、羨ましいなという、横山さんの大変感性の高い漫画っていうか、こういう社会批評、僕は大変感謝してみた覚えがあります。次のスライドお願いします。そういうことで垂直記録が確実にやれると、
でいろんな実験を通してもですね、まあ、工業的に進めることができるということで、改めてそのハードディスクにこれを使おうという研究が始まりました。で水平型の記録、今まではこういうあのリング型のヘッドでですね、残ってる時間はだんだんこういう水平型の記録、それでその頃初めてその世の中に現れた GMR 膜を使った再生ヘッド、これを組み合わせて面内記録をやってたんですが、それを垂直記録にすると。で再生は変えないと。で記録の方は先ほどの二層膜の考え方を、やはりあの補助維持効果があのこの裏側では実用上大変まずいと思われたので、表側に持ってくると。でいやあの裏内膜の磁束はやはり水平方向に通る、こういう磁化は残ってんです、残すということで垂直記録の研究が始まってたわけ。次のスライドお願いします。まあその後の経過がですね、ここに大変に象徴的にあの書いてあります。でハードディスクそのものは1960年の初めですね、 IBM で作られた水平型の記録であります。で水平型の記録が、まあ、ずっと1980年代まで、でこの傾向がですね、進歩の伸びが遅くなった。でここで飽和しかかってるなということに大変問題になりました。これはコンピューターのハードディスクのメモリーの容量が限界があるということは、コンピューターの性能のそのものに影響しますので、これは大問題であるということで、いろいろなあの新技術がここに入ってまいります。ヘッドの薄膜化にするとか、あるいは1990年代になって MR ヘッドを使う、磁気抵抗効果を使った再生ヘッドで、この磁気抵抗効果に関してですね、あのそれをさらに巨大磁気抵抗効果 GMR ヘッドにする、これはあの2007年の日本国際賞であの賞を得られたフランスのフェイル博士と、それからドイツのグルペンベルグですか、博士の仕事がこの GM のヘッド、非常にこう水平型の記録密度を伸ばして、でハードディスクの性能を上げたということで、それは最後はノーベル賞までつながりましたけれども、まあ、そういう変化をここでやって、面内記録方式はですね、この頃にはその再生ヘッドを改良すれば将来も使えるという、したがって垂直記録はいらないんではないかという話、そういう死の谷という時代であります。で垂直記録の方は1977年にここで発足しましたから、まあ、着実にここ進めて実験を進めてまいります。で予測、あの1980年代に私が予測した直線ですね、これを伸ばしてみると、今ここにありますけれども、ちょうど2000年代に差し掛かってですね、垂直記録の再評価が始まりました。で面内型の記録方式が、水平型の記録方式がこの辺でそろそろ限界が来そうだという、みんな危惧を持ち出すようになった。次のスライドで、私あのその頃ですね、あのいろんな人方がその垂直記録の将来に関して非常に懐疑的なことをおっしゃるので、こんなことを調べてみる。技術発展の20年速である。例えばテレビジョンを取りますと、これ発明は1926年である。で実際に商業放送になったのが44年、アメリカでは、日本では53年、あるいはヤギウダアンテナ、これも発明は25年、私が生まれた頃でありますけれども、実際に商用のテレビアンテナになったのが52年。コンピューターを取りました。これはあの1945年の発明、あの発明ですね。それが皆さんみんなに使うようなパーソナルコンピューターになる。これは71年。レーザーを取りますと、例えばレーザーの発明は1960年近でありますけれども、これは単一モード光通信、20年後である。で全てのことがやっぱりこれだけの時間が必要なんだという、先ほどの磁気録音機もですね、ポールセンの後
テープレコーダーができたのは1935年でありますか。それがビデオテープレコーダーあるいはハードディスクになったのが56年で、実際に非常にこう技術として広がる期間、それは20年くらいかかる。私の体験でも全くその通りであります。で、垂直時記録、当時1977年でありますけれども、2001年に60ギガビットスケインチ垂直ハードディスクができつつあるんです。で、こういうことで20年というのはですね、決してその長い期間ではないんだよと、そういうことを僕は一生懸命世の中にを説得した覚えがあります。これはレッスンズフラムリサーチオパペンディクラマグクリコ、これはレッスンなんですよ。そういう教訓だなということで私論文を発表した覚えがある。次のスライドお願いします。で、2000年になりまして、ちょうど日立の、これは大変記録的な写真でありますけれども、私がこの現場におりまして、でインターマンがカナダのトロントで、でその時にですね、垂直記録はその頃社会的にあまり注目されなくなって、小さな部屋だけが用意されて、ところが日立の発表があると、でどうも内容がそういうものらしいということになったら、その大変たくさん の聴取が押し寄せてきて、で部屋に入りきれなくなった、そういう様子を撮った日経 BB の写真であります。私は入るのを諦めて外に出て見ておりました。まあ、そういうことで垂直記録方式の生みの親である岩崎は関係が終わったようだったというような、そういう記事になる、そんなことであります。で、これを契機にですね、次のスライドお願いします。この時の発表がこういう、これ実際 の記録されたパターンであります。で、面記録密度が 52.5 ギガビットスケイン、線記録密度590キロビットインチ、1インチあたり、まあ、そういう密度の記録ができるようになった。で、こういうことで垂直記録はもう一回息を吹き返したわけであります。次のスライドお願いします。それで2005年、東芝が初めてオーディオレコプレイヤー発表されました。 1.8 インチ直径のディスクとですね、で40ギガバイト入る、あるいは80ギガバイト入る、オーディオプレイヤーですから音楽をこれにいくら入れても入るという、ちょっと大きすぎるんじゃないかって僕は思ったんですけども、とにかくいくらでも記録できるという感じを持ったレコーダー。これをはじめとして、次のスライドお願いします。これ2006年になって、日立がの GST が2.5 インチのハードディスクで、これは日立の、先ほども写真が出ましたけども、量産の1号機であります。 2.5 インチで 2.5 型160ギガバイト第1号機ということで、私たちこれを寄贈していただきました。これが当時の中西弘明社長であります。次のスライドお願いします。で、その後アメリカのシーゲートの社長、やはり同じハードディスクドライブ160ギガバイト、これを製造を始めた。で、やはり当時の社長から私にその記念のハードディスクを送っていただいたと。初めて垂直記録方式を使って実用化したを実用化したハードディスクが世の中に出た。大変嬉しく思った覚えがあります。次のスライドお願いします。で、私先ほどご紹介いただきましたように、東北工業大学の理事長をしておりますけれども、各社からこういう、東芝の西田社長であります、それから当時のですね、それから中西さん、それから富士通の方、あるいはシーゲートのワトキンス社長、こういう方からの記念品が飾って、で、これだけ各社のものが記念いただいているということは、結局これは社会のオープンイノベーションの結果であるということで、私は大変私の志を遂げたなというふうに思っている次第です。これは2007年4月で、新田が日立の工場を見学して、で目の前でこういう、これは 2.5 インチのハードディスクだと思いますが、
目の前で流れていく様子を見て大変感慨深かったと思い出します。次のスライドお願いします。でもう一回歴史を振り返ってみますとですね、非常に簡単なまとめ方ができるんじゃなかろう。ポールセンの発明、これはピアノ線を使いました。ですからこれはまさに線型の記録です。長手の方向の記録です。それに対して磁気テープというのは面を使います。そのために非常に性能が上がったわけでありますけれども、これもやっぱり面で、面を使えるために上がった、製造特性が良くなった。線から面になって、今度は点になる。先ほどの線から面、この間は必ずこの磁石の間の反発力がどうしても入る。点になりますと、これは表面に出ているのはポールそのものであります。 N 極 S 極、これが1ビットになる。こういうことで線から面、点という1次元、2次元、3次元という、そういうで、その期間を取ってみますと1898年ワイヤー、35年磁気テープ、77年これが垂直型で、40年ごとだと。この40年ごとっていうのは、私ですね、この本当にこれをやっていいのかってことを一生懸命考えた覚えがあります。しかしこれは真空管の場合に置き換えてみます。ここには最初の1900年頃の三極管の発明、それからその後、これはその40年後を考えてみますとトランジスタの発明があります。それから80年後になりますと超エレスが集積回路になる。そういうふうに40年ごとに変わってんですよと。それからもう一つは例えばワイヤレス通信の場合考えてみますと、マルコーニの実験が1900年頃です。で今1980年以降はまさに光通信、この間何かなと思って僕は一生懸命考えた結果ですね、これはマイクロウェーブの通信だと。こういう40年ごとの周期っていうのはよく考えてみるといろんなところにあるようだと。したがって垂直記録、せっかく今までビデオテープレコーダーとかハードディスクができたのにもかかわらず、なおかつ次のステップを考えなきゃいけないっていうのはすでに40年経ってるからなんだと。この面内記録の中でですね、そういうことを考え、40年っていうのを考えてみると非常にこう大事な周期らしい。でさらによく考えてみると、それはまさに研究者の時代、世代が全く変わるということになってるんじゃないかと。で、まあ、親子孫の時代、親と孫の時代だと、祖父と孫の時代だというふうなことでもあり、で先ほどの20年というのもですね、日立の荘園は当時 社長でありますけれども、先生それは成人式と同じですねと。全ての技術というのはそういう期間を経て初めて大人になるという、20年とか40年というのはそういうものなんだということが、まあ、歴史的に分かる、そういうことをいろいろ考えております。でこれからそのユビキタスコンピューティングの時代になる。次のスライドお願いします。でこういう研究を振り返ってみますと、私研究というのはやはり市場化によって初めて成功がなんだなと。死の谷、それは水平記録、その死の谷をダーウィンの海に変えなきゃいけない。先ほど の流れですね、研究の流れですね。それから全体を通してその目的が非常に不動だったと、全く不動だったと、目的を持った戦略研究だったと。ということを考えてみますと、これはやっぱり大学の中でよく大学発のベンチャービジネスという仕組みがよく言われますけれども、これはそうではないと。大学の研究ってのはやっぱり社会のためであるべきだという、そういう理念に基づかなければやっぱ成功はしなかったんだろうなと僕は思います。途中でその私たちが特許を取り出して、私自身が特許を取り出したそういうことはできなかったと。皆さんはそういうことを理解してくれ、みんなが支えてくれたという。次のスライドお願いします。それともう一つはですね、これはその10年くらい前から1999年2000年頃から非常に考えさせられたことなんですが、私学術会議の時代に垂直記録の研究を進めながら考えたのは、基礎研究、応用研究、開発、こういう従来のリニアモデルではないと。
で、むしろこういう循環モデルではないかと。創造と展開と統合だと。で、創造というのは仮説の提案と実証、展開というのは標準化と普及、統合というのは実社会の融合と、こういういろいろな段階がですね、循環しながら研究が進んでいくと。そういう循環モデルでないと、こういうリニアモデルではどこかで研究が行き詰まってしまうと、どこに行くか分からないという恐れもあります。次のスライドお願いします。まあ、そういうことを考えますと、今私たちが考えるべきことはですね、先ほど その循環モデルというのは文化を考えました。それが文明になるべきだと。で、文化が時間的空間的に拡大普遍化することは文明で、今ハードディスクドライブ考えてみますと、年間6億台非常に大きな市場であります。これはまさに社会への統合なんで、今その情報化社会と言われておりますけれども、数百エクサバイトの情報、これをまさに後世に伝えることができるのはハードディスクドライブで、それはまさに現代のロゼッタスタンダード。それからもう一つ、ハードディスクの性能そのものを考えてみますとですね、これは一つのハードディスク、一枚のハードディスクが個々人の前歴史が記録できるような記録密度を持つようになった。で、個人の知識、これは非常に価値を増していくと。個人の知識が非常に増えるということは、個人個人の価値が非常に高まるということである。そういう新しい時代を迎えつつあるのではないかという。ですから文化にとどまらずですね、新しい文明を作るという機会を我々は考え始めていいのではないかということを最近考えるわけであります。そういうことを進めるときに基盤になるのがですね、まあ、科学技術財団、国際科学技術財団、この名前大変立派なものだと思いますけれども、科学と技術というのはもう少しきちんと我々は考えていく必要がある。例えば科学は知を広げて新しい文化を生むと。で、それに対して技術はものづくりを通して社会を組織して文明を築くという、そういう観点に立つべきだと考える。例えば実際の私の体験としてですね、30年前水中記録の発想というのはまさに科学でありました。で、いろんな新しいことを研究しなきゃいけなかった。それが今は全く広く普及した結果を見てみると、これはまさに技術になっているんですよね。科学から技術に変わっている。で、その技術というのは多くの人々がたくさんそれを作る、そういう普遍性を持っている。で、そういうものからまた新しい科学が出る、新しい方式が出ていく、そういう発想の基盤になっているわけだということで、私はこんな表現を今考えつつ、科学は技術の母である。これはどなたでもおっしゃる言葉であります。しかしながら、技術は科学の父として次の発想の基盤を作ると、先ほどの循環の考え方と全く同じであります。まあ、そういうことでですね、科学から技術、技術から科学と、そういう循環を、それは社会との統合という立場からですね、非常に大事なプロセスではないかと。で、最後のお話になりますが、次のスライドの、特にライフワークに向かう若い方たち、先ほどのナレーションでも私の先見性のある確かな構想と、勇気を持って一歩踏み出すと、人の役に立つまで続けると。で、大事なことは最終の評価を社会に任せなさいということ、自己流ではいけないと。これは実用になる、あるいは社会に広がるというのは非常に難しいバリアを越えなきゃいけない。しかしそれが社会に広がればうんと広がるってことはですね、やっぱり社会が決める、自分たちが勝手に決めるものではないと、そういうことであります。で、垂直記録の研究を通してですね、こんなことを今考えているということを、ちょうど時間になったのでここで終わらせていただきたいと思います。ご清聴感謝いたします。